山梨県北都市小渕沢町付近の棒道の空中写真。画像左上から右下へかけ斜めに線上に見えるのが上の棒道である。画像の左側を南北に走る道路は八ヶ岳横断有料道路である。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成棒道は武田春信が開発したとされている。 軍用道路。八ヶ岳南麓から再六にかけての行進国境と、信濃国の境を通る。海の国北西部の五味筋にあたる山梨県、北都市や長野県富士見町には現在でも上の棒道、中の棒道、下の棒道の見筋が残されており、それぞれ市、長指定の史跡となっている。地元では、震源棒道と呼ばれており、 棒道の由来は、荒野にまっすぐ一本の棒のように存在していたので、棒道と呼ばれるようになったとされる。別名は、大門礼孔。古代の律令国家は、海、品野間における駅路を設定していないが、中世前期には、海、品野間における交通を記した文献資料が見られる。あずまかがみ自称四年九月十五日十四日上によれば、自称、樹栄の欄において、 持ち人王の領事に応じて拒兵した会、源氏の一族が、信濃国の平家方を討伐すると9月14日には、会へ帰国し、同日夜には、泉山において、伊豆国の源の頼朝の使者、北条時政に対面したという。会、源氏の一行は9月24日に時勢と共に、伊佐を繰り合い移動している。15日、講師、武田太郎審議、一条。 二郎忠頼以下、内徳品の国中京都、さよる機械の国、宿間いつ山、資金費法上殿到着そのところ旧、ひしめせ、青ぐ趣もき客等をんるん、あずま自称4年9月24日、上、いつ山の所在地は不明であるが、八ヶ岳南緑のいつみまき、いの存在した、宿城、若上湖城に否定する説がある。い山の所在を、 八ヶ岳南麓とした場合、高台には、海から信濃へ向かう棒道が通過していることから、平安後期においても棒道の前身となる道が存在していた可能性が考えられている。棒道は、戦国時代の古文書や、高城斎記、勝山記など、竹田氏側の記録、森屋や文書など信濃の記録資料にも一切見られず、長野県南作佐作保町。 高野町の高見沢文書に含まれる天文21年10月6日付、武田晴信印番上を所見とする説がある。高見沢氏は、作軍、高野、海の口の土豪で、戦国期には高、高見沢商材文書、高見沢美の守るの存在が知られる。高見沢商材文書は、天正10年3月の武田氏滅亡後に所見が見られ、 高野町州の中心的な人物であったと考えられている。なお、両者の高見沢名字は、高野、海の口の有力者が名乗った加盟であることが指摘され、同族であるかは不明とされる。高見沢文書に含まれる、武田春信印員番は、甲府から品の諏訪郡へ至る道の建設を肝心により行わせきぎの伐採を命じている内容で、武田市流主院があるが、 宛名部分はすり消されている。高見沢文書には、会、諏訪軍の道が、棒道であるとは記されておらず、評価をめぐっては、論争がある。重甲府諏訪軍への路地のこと、松室肝人化作の、どういえども、どなたの山、千期かかけ橋者なり、なお助見、高見沢家文書武田家主委上会の国志語の、武田氏は信虎後期から、 作軍など品野への出兵を行っているが、武田春信は、家督継承後に、品野信仰を本格化させ、高見沢文書の天文21年段階では、中南新地域まで確保し、品野旧族の村上市や小笠原市を駆逐し、川中島の戦いに至る越後上杉氏の対決が本格化している時期にあたり、長野県茅野市の方面へ最短で至るように作られている。 天文17年の塩尻峠の戦いにおいて、重要な役割を果たしたとされる。某道に関する確実な初見資料は、江戸時代初期の慶安4年、泉筋、小渕沢村四河村山論再挙伊豆である。これは、小渕沢村と周辺諸村の間で発生した山論に際して、作成された再挙図で、小荒川村から西へ伸びる、某道。 中道の二筋が主筆で記されている。江戸後期に編纂された貝の国地史である、貝の国史には、棒道は三筋あると記されている。江戸時代の文化11年に編纂された貝の国地史貝の国史においては棒道に関して、三筋の道筋の存在を記しているが、震源解作説には言及していない。近代には1879年の、 長野県庁村市諏訪郡境村の項目において、某道は川中島の戦いに際する出兵の道として、武田氏が改作したとする説を記している。戦後には、渡辺義助が1954年刊行、諏訪市第三巻において、天文21年、武田春信流朱院城を某道建設に関わる一時資料として注目している。また、 奥の高広は1959年間の武田信玄において、戦国大名は道や橋の集築に際して物資や労力を供出させるため肝心を行っていたことを指摘し、某道は武田信玄が軍道整備を目的として肝心により建設されたものであるとした。以来、この説が井上俊夫、中沢、新吉、芝辻春徳らに指示されている。 上記の説を踏まえ山本稔も、合戦記録から見ると中、下の棒道は、諏訪への道筋として、武田信虎時代には利用されており、上の棒道は諏訪が、目的地ではなく、天文21年10月6日付で、武田春信が肝心により道路建設を命じており、農民を動員して、諏訪軍内を経由し、大内峠へ脱する道筋として新設されたと、している。 1989年に、笹本正春は高見沢文書の評価について、経験則から、武田氏の不信訳において、類例のない、肝心の語句が使われていることをはじめいくつかの点で、これを、偽文書、または、魔文書であっても、某密関係文書とするには偽文書で、あると判断し、さらに木々の伐採など点も21年段階の、武田氏の大名権力で、 震動建設が可能であったかの点でも疑義を提示し、棒道は地元民による自然道であるとしている。これに対して、芝辻春六は震源期に三筋の棒道が整備されたかは疑問しし、天文21年段階では三筋のうちいずれかの道の特定区間に当たると推定し、自然道の改修であるとする。 笹本説の見解は承認するものの、高見沢文書の評価に関しては、印判上の文書形式として問題はなく、内容通りに解釈するのが妥当であると反論した。芝時によれば、高見沢文書の都市表記には、年月日に江戸がなく、同時期には同様の、不年号月日の形式が多いことを指定。また、 九州院に関しては自身で編成を検討した、同時期の第2種5月段階から工事元年12月18日付、文書までの66例に相当すると指摘、天文21年段階には、作軍では安定的な在地掌悪がされており、振動建設も十分に可能であったとし、肝心については、武田史料においては中世以来の修賊が残り、不信薬に際して、 肝心による方法を選択したとしている。棒道には上、中、下の三本の棒道が通っていたとされているが、現在においても正確な経路は未だはっきりしていない点が多い。人によっては三本存在してはいなかったという説もある。百九十一年には長野富士美町市において、林真澄は近世の文献資料や現地調査により、真の棒道は 上の棒道小穴間から湯川までの直線区間であると推定している。棒道の起点は説がた存在するが、穴山村か若見子村とする説が根強い。その後、道中に棒道が三本に分かれるとする。龍宅村は経由地ではなかったという説や、そもそも中の棒道と下の棒道は存在しなかったという説。 いつみじだとする説などもあり、棒道については未だ謎に包まれている点が多い。現在、上の棒道の一部が海小泉駅と小渕沢駅の間でハイキングコースとなっている。ありがとうございます。